はい、えー、どうも吉谷です。今回はですね。僕の line@ に登録していただいている方からですね、えー、ドリアカーのドリアカは返金保証がありますか？というご質問をいただきましたので、それについて回答していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、ドリームアカデミアではですね。以前、えー、期間限定でえー、1回だけかな？1 回か2回か,分かんないですけど、期間限定でちょっと売ってた時があるんですけどその時返金保証をつけて売った時もあります売った時もあります返金保証をつけて売った時もありますけれども今は今後一切返金保証はつけませんで返金保証をつけて、えー、なぜ僕がじゃあその時売ったのかっていうと完全売上げを上げるためですなぜ返金保証をつけてその時売ったんですかっていうことに関しては売上げを作るために、えー、つけました リスクリバーサル、それはお客さんのリスクリバーサルを、えー、排除するために、えー、返金保証っていうのはねう売るなんか一つの手法ですから、それを使って、えー、売ったことがあります。ただもう売り売らないです。もう売らないです。なんで売らないかっていうと返金保証をつけて売って感じたことがあるんですけど。 意味ないなっていうか、お客さんのためにならないなっていうことを僕は感じました。なぜならば返金保証があるからもし入るっていうことで、その返金保証が入るあるから入るってことであるならば、もうそもそもなんか稼げなかったらお金戻ってくるんでしょっていうような考え方で入るじゃないですか。もう一度言いますね。返金保証があるから入るっていう考え方であるならば、そもそもじゃやらなかったあの稼げなかったら返金されるんでしょ。 っていうことはやらない前提じゃないですか。まあやらない前提ではないと思うんですけども、まあそもそもやるっていう意志が弱いところですよね。だからやるっていう意志が弱ければそれは稼げないじゃないですか。うん。なんであのこれはお客さんのためにならないなっていうのは売って売り上げは上がります。売り上げはそれで返金保証つければ上がるんですけど、もうそこそこを僕はもういいなと思って。結局ドリームアカデミアっていうのは。 僕は日本一の塾にしたいですしこのドリームアカデミアに入っていただいた方は全員結果,僕出しても結果を出してもらうためにはどういう心構えでいないといけないかっていうと自分がどれだけ強い気持ちでドリームアカデミアに入るのかっていうところが全てだと思います。 でそこに対して僕は、えー、ドリームアカデミアのコンセプトは「夢は逃げない逃げるのはいつも自分だ」っていうのを掲げてるんですけど僕は25年サポートするわけですよ無償で無料で講義もアップデートずっとしてきますし毎日サポートもしてますし、えー、なんだだからそこでついてきていただければ稼げないってことはないですな本当に入るに入る段階で本当にやるっていう気持ちで入ってもらえれば稼げないってことはまず考えられないんですよもう一度言いますね 本気でやる死ぬ気でやる絶対僕人生変えるんだっていう気持ちで入ってもらって真剣に本当にやってもらえれば稼げないってことがまずないですサポートも25年やりますし20万が一ですよ25講義を講義を、えー、僕が今提供してるね講義を勉強してで素直に実践してサポートも受けましただけど25年やっても稼げません、えー、30万以上利益出ませんもう ああありりりえええななないいいでで <laughs> ですすすこれは、ね、本当にありないです僕が今「ドリームアカデミア」で提供してる講義ノウハウっていうのを素直にやってもらってで分かんないかったらサポートも受けて25年やって塾費用30万円以上稼げないまず絶対にないです言い切ります。 でもし30万以上稼げないのであるならばそれはドリームアカデミアで教えてる内容をやってないもしくはサポートを受けてないじゃあ何でやってないのかサポートを受けないのかっていうことに関してはもう入る段階での気も心構えとか気持ちの部分が非常に強いんですよだからそのなんだ返金されるから入りますっていうような人は逆に僕は入れたくないのでだからもう返金保証っていうのはもうドリームアカデミアにはつけないです 確かに、返金保証っていうリスクを排除することによって、僕の売り上げを作ることは可能ですけど、僕がう売り上げ作ってもしゃあなくないですか。僕が稼げてもしょうがなくないですか。僕ね、一本ね、ドリームアカデミー売れば30万とか入ってきますよ。で、僕の売り上げは上がるんですけど、僕の売り上げ上がってもしょうがないですよね。要は、入った人が稼げるか、稼げないかじゃないですか。って話ですよね。 僕ががってもしょうがないですよねう一番潤わないといけないのは熟成さんが実際ドリームアカデミー入って人生が変わったっていうことで熟成さんが潤わないといけないわけですからだからそこはねもう僕はだったら、まあ、ドリームアカデミーはそういうねいやそのリ,リスクが いや吉谷さん、そその返金保証ないんだったら入れませんとかリスク、僕取りたくないんですよっていう場合は僕、安い商品1万円以下の商品いっぱい出してるんで、ね、キャンペーンとかで1万円以下の商品出してるんでそれを買うかもしくはもう一切リスクを取らない金銭的なリスクをと取りたくないっていう場合は僕の無料講義5000本ぐらい、まあ、くだらない動画も結構ありますけれども、えー、講義動画無料で公開してるやついっぱいありりまますこれからも無料の動画作りまくります。 フリーコンテンテツ無限像に1万本2万本3万本ずっと作っていくんでそれを見ればお金一切かからないです。だから僕のフリーコンテンツを見ていただ1万本2万本3万本これからね僕ずっとやっていきますんでそれを見続けてそれを勉強していただくか他の人のフリーコンテンツを見るかすれば、ねえー、お金一切かけずに、えー、やり方っていうのは分かるわけじゃないですか。 まあそうすればいいんじゃないかなと。別に無理に入る人もないし、お金がなかったら入る人もないし、お金がなかったら教材も買わなくていいですし、だから今と昔は本当これ無料でも言ってますけど、今と昔っていうのは違ってあの、今っていうのは本当に YouTube で検索すればね、ご丁寧に全部講義出てますから、もう一度言います。今 YouTube で検索すればもう全部ほとんど講義出てます。無料で。昔は出てなかったです。もう十何年前はなかったですよ、これが。 だから買わないとちょっと分かんない部分もありましたけど今は買わなくても全部出てきますから別に買う必要性ないんです買う必要性ないんですはいだからあのそこの金銭的な部分がリスクだなって感じるんだったら一切金銭的なリスクを負わずに稼いでくださいで稼げる環境が今あります調べれば調べれば無料で ねあとはこうぶっちゃけ言いますけども今そ LINE アットでな個別で今こういう状況でこうなんですけど吉沢さんちょっと教えてくれませんかっていうのを個別で LINE でもいただきます。でそれに対しても一画ずつ僕回答してるんで「はい、ドリームアカデミア」に入らなかったら僕サポートしてないのかっていうわけでもないんですよ。だからその僕の僕商品変わっ でないそれに対してもどうやっでサポートしてるし僕の安い商品を買ってくれた人に対してもサポートしてるしもう全部統一して全部サポートはしていますただしドリームアカデミアに関しては、えーね、じゃあ、ね、それ一緒やんけと。 なるんで差別化するためにもっと具体的なテクニックノウハウ僕が10年以上ネットビジネスやって10億円以上作ってきた、えー、具体的なテクニックっていうのも全部入れるしあとは、えー、新しい講義ですよねいろんな。 講義ですね、このドリームアカデミアを運営して1年ぐらい経ちますけどもう10人ぐらい、えー、講師がいます講義提供していただいてる方がで今後もいろんな講義っていうのがノウハウっていうのが入りますで多分これは他の塾にないんじゃないかなっていう,もうめちゃめちゃもうありますんであのノウハウに関してはこれからも入ってきますしねはいまあそんな感じであのもう返金保証で僕が売るってことはドリームアカデミアを返金保をつけて売るってことはもう一切しませんので えー、僕はそこで売り上げを、えーね、もし売り上げを僕もね売上つくあ今月ちょっと売り上げ作ったかじあかんなとか今年の目標これに設定したらじゃあ今年の目標に対してこれぐらいちょっと売ってかないといけないなってなったらドリームアカデミアじゃなくて違う商品売りますもうドリームアカデミアはちょっと僕の中で別格でここ,にここはもう別格です僕の中でだから売り上げ作るんだったら他でちょっと頑張ります他でうで、ん、だからもう返金保証をつけて、まあ、リスクないよう,うだから 入入りりっっててくださいいいうう売り方はもうしないですで基本的にもう最近は4月からちょっとねドリームアカデミはまたご案内しようかなとは思ってるんですけれどもどうなんだあその入る入らない自由ですしまあセールする時はね入ってくださいってセールすればしますけれどもねうんまあそんな感じです、はい、まあ返金保証をつけて売ることは今後一,社一,一,社一切ありませんので、えー じゃあそれはなぜ,なぜなのかっていう部分に関してお伝えさせていただきました。はい、ということで、えっと、実はですねこの「ドリームアカデミアの、えー、面白いんですけど他あの僕の LINE に登録していただいている方からですね結構同じタイミングで「ドリームアカデミアの質問をいただいて、えー、そのこ,のこの前の動画ですねこのアップロードしてる前の動画が「そのドリー a k a d e の、えー、サービス内容なんです を教えてくださいいみたいな質問があっったんでそれを別動画撮ってますであと「ドリームアカデミアの」のサービス内容をもっと詳しく知りたいっていう場合は一応もう動画の方は作って今ちょっと出力してるんですけどこの YouTube の下に「ドリームアカデミア」の詳細もう30分ぐらい詳しく解説した動画っていう「ドリームアカデミア」のじゃ具体的に何を教えてるんですかっていうところに関してはこの YouTube の下の YouTube の説明欄に「ドリームアカデミア」の詳細みたいな感じで、えー、リンク入れときますんで。 じゃあ具体的にドリームアカデミーに入れるとどういうサポートが受けられるのどういう内容があるのかっていうところに関して30分ぐらい詳しく解説した動画があるんでこの YouTube の下の説明欄をチェックしてみてください、はい、では、えー、これで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました